KYB の精神問題が、はい、あの要騒がしてますけど、はい、あの問題は、はい、マンションの販売に影響してくるんでしょうか。うん、あのマンションの販売自身には直接そんなに大きな影響はないとは思うんですけども、その他の分野で非常に大きな問題に今なりつつあります。こういった問題って数年前に東洋ゴムの免震ゴムのデータ偽装という事件があったんですが、まあ、その前には陸奥湾コンクリートという問題もあったんですが、国土交通省が所管しておりまして、そういった事件が起こるとですね、いつも国土交通省はだいたい火消しに回るんです。いや使ってても大丈夫ですよと、安全性に問題ありませんよというふうに声明なりコメントを出してですね、こうパニックが広がらないようにして、で皆さん大丈夫、皆さん住んでるマンションも大丈夫だし、このマンション買っても大丈夫ですよ的なことをですね、コメントをどんどん出してですね、火消しに回ってます。で今回もそういったコメントが出ております。大きな問題ではないと、あの倒れることはないんだよというふうに、まあ、あの実際にはその通りだと思います。あのダンパーというものはですね、その揺れにを直接防ぐというよりも揺れすぎたところを抑制するというような役割がございまして、本来揺れの抑制をする部分は免震ゴムというところでございますので、まあ、補助的な役割をしているものなんですね。ですからそれの強度が足りない、あるいはデータに達してないということにおいて、地震が来たからといってタワーマンションがポキッと折れるとか倒壊するということはほぼないと私は思ってます。まあ、私技術の専門家ではないですけど、理解としてはそういうふうになってます。ただしですね、あの今この KYB という会社が全部買えると言ってるんですね、あのデータに達してなかった製品については。で買えること自体も技術的にはさして問題はないんです。ただしですね、あれって大量生産品じゃなくて、ほぼあの全てのマンションにおける特徴品なんですよね。だからその生産能力というもの自体に一つ問題があるんではないかと。で2年かけて全部変えると言っておるんですけども、まあ、2年でできるのかなという懐疑的な見方も出てます。で実は一番大きな問題はですね、今建設中のマンションなんです。今建設中のマンションにもたくさん使われているっていうことが判明しておりまして、でどういうことになるかっていうと、例えばあと半年後に竣工するというタワーマンションがあります、あったとします。でそういうマンションで大体ほぼもうほぼ全ての住戸の買い手がついている場合もあるんですね。人気のマンションだとそうなります。で半年後に完成して、8ヶ月後に引き渡すというようなスケジュールで、皆さんは買った人はですね、自分の住まいのスケジュールを立ってるわけですよ。例えば社宅を出るとか賃貸を解約するとか、で今のマンションを売るとか。ところがあと半年後に完成するのに、あのダンパーが使われていたらですね、それを完全なものに取り替える、もしくは、まあ、建設中であればそれを使う状態にして、完全な状態で買っていただいた、契約していただいた方に引き渡さなきゃいけないんですよ。で不完全な状態で引き渡すといろいろ問題があります。だからデベロッパー、つまりマンションの売り主はですね、契約してくれたお客様に対して完全な状態で引き渡そうとします。でそれに間に合うのか間に合わないのかという問題が急浮上しております。であれはですね、あのマンションだけではなくって、病院とか公共施設、スカイツリーにも使われているというふうに言われてますけども、まず取り替えるんであれば病院、学校で多くの不特定多数の方が出入りするところになって、多分マンションはですね、最後の方、リストの最後、取り替えリストの最後の方にしか乗ってこないんじゃないかなと私は推測をしています。そうなると今あるものを全部変えるのに2年かかるって言ってるのを、今建設中のものを取り替えるのにスケジュール通りできるのかという疑問が生じてきまして、まあ、今後のその展開がどうなるのかちょっと読めませんけども、もしですね、建設中のマンション、あるいは竣工間近のマンションの取り替えがですね遅れてですね、契約してくれた方、買ってくれた方ですね、対する引き渡しが半年とか1年とか伸びるとなると、多分数千人の規模で予定が来る人が出てくるということになります。これはもう大変なことですね。あの契約者にとっては非常に金銭的負担もかかるかもしれないし、あるいはそこのマンションに移り住んでこの小学校に入る、自分の子供をそこに入れるというふうに予定されてた方はそれができなくなってしまうわけですね。だから
今後ですね、建設中のマンションについて、あの偽装問題がどう影響するのかについて、私はまあ非常に注目してまして、ひょっとしたら大きなあのパニック的なことに発展する可能性はあるなというふうに今のところを見ておりまして、展開を注目しております。あのそれで、はい、販売が延期されちゃって、はい、住む場所が簡単にはそういうことなんです。なくなっちゃった人どうすればいい？ですね、販売、あの購入契約っていうのをデベロッパーと契約者さん結んでるんですね、はい、でその契約書の中身によるんですけども、多分デベロッパーはそういうことも見越してですね、引き渡しについては延期になるかもしれませんという条項を盛り込んでるはずなんですよ、うん、ということはすなわち契約者はそこであの半年延びた、1年延びたっていうことで文句を言ってもですね、あの保証は得られない可能性はあります、ええ、あの実際よくあることなんですよ。今建設現場人手不足ですから、本来3月にできると思ったのが2ヶ月に延びましたっていうことはよくあることなんで、デベロッパー側は契約書に、それは各社によって契約書の様式違うんですけども、契約書の中に引き渡し時期は延びる場合がありますみたいな条項を必ず入れてると思います。ただしね、2ヶ月3ヶ月の話は分かるんですよ。ちょっと子供が入学するのを2月だけ暫定的に待ってねってみたいな話ですけど、でもこれ今回の偽装問題がやばくなると半年1年最悪2年伸びるかもしれないなと私は今予想してるんですよ。なんでどうでしょうね、デベロッパーによってはその間の保証を、例えば賃貸住宅住まれるんであればその保証をするとかね、そういうことを言い出すデベロッパーも出てくるかもしれないけども、契約書上は多分デベロッパー側にはあれはないと思います。保証する義務とかはないんで個別交渉になってきますし、仮にデベロッパーがその契約者さん の, あのマンションなり賃貸のマンションなりの金額を保証するとなれば、それは回り回って KYB という会社が出さなきゃいけなくなるんですね。デベロッパー側が自腹を切るとは思えないんで、そうじゃなくてもデベロッパー側っていうのは工事期間が延びることによって余計なお金いっぱいかかってくるわけなんですよ。あの工事現場を維持するっていうだけであれ何百万っていうお金がかかるんですね、ちょっと大きなマンションであれば月に。でそれを例えば5ヶ月6ヶ月延ばされたら何千万ということになってくるわけですから、そんなふざけんなっていう、デベロッパー側からすると自分たち悪くないのに KYB のあれを使ってたばっかしにとんでもなくこう自分たちのビジネススケジュールが狂ってしまうっていう、なおかつじゃあ契約者さんの新しい住まいまで保証するのかっていうなると、もうこれは踏んだら決定なんで最低限お前それ払えというふうになるとは思うんですね、普通のビジネスの習慣です。購入者はじゃあ速やかに確認して、そうですね、速やかに確認してどれくらい伸びるのかっていうのを、ただデベロッパーもわからないと思いますよKYB がいつ入れてくれるのかって新しい製品をということなんで、ただでさえうまく基準値に達しないものを出荷してた会社ですからね、今後その過去の何倍もの生産能力でそれやっていかなきゃなんないのがお前ら本来できるのかという話になりますよね、はいはい、今までできなかったんでしょって、はいはい、それこれから2倍3倍のスピードでできるんですか。今日の報道を見てるともう新規の出荷一切止めるっていうふうにですね、だから交換用のダンパーだけ生産するっていうふうに、で生産能力を上げるとかって書いてありますけど本当かなっていうだって今までできなかったからこういうことになったわけでしょ、はいはい、でものすごい数じゃないですか。まあ、だから非常にそうちょっと疑わしい面があって、だから本当だからこの契約者さんたち今それを今聞かされてるぐらいのタイミングなんですよ、実はうちも使ってますみたいな、もう露見して10日ほど経ちますけどもうそろそろ分かってきて、で噂によるとね、販売中のマンションはデベロッパーが販売止めてるって言うんですよ。契約者を増やすってことはリスクそういうことです。せめてじゃあ今契約してる人に対してどう対応するかっていうのを今デベロッパーももうガンガン詰めてる、困った顔で会議してるんじゃないでしょうかね。でまあその工期通り引き渡せるということはありそうにもないなと今のところ僕は見てますけどね。あまり過度にデベロッパーに、はい、期待しすぎず先々の生活を考えた方が良さそうですね、そうですね、契約なさってる方
まあ、ちょっとあの自分のスケジュールが来るなということを覚悟された方がいいし、うん、ですね、覚悟されて、でもでどうやってそのデベロッパーとその交渉していくのか、まあ、余計な出費いっぱいあるでしょうし、ね、非常に困った問題が起こってきて、であれね、ほとんどタワーマンションなんですよ。はっ、そうですか。あの免震とか、あの精神とかっていうのは高い建物では必要なんですけど、その辺の5階建てとか10階建てぐらいはもう絶対必要ないんで、普通の耐震っていう、まあ普通の建築なんですよ。あれタワーマンションはもう今必ず精神か免震かどっちかです。新しいあの311以降のタワーマンションだから、ほとんどタワーマンションの契約者なんですよね。だからもう今その湾岸のタワーマンションで、まあそこは使ってた、あそこは使ってないとかいう話になって、まあ我々の間だけですけど、今のところは。でもうちょっとしたらこれがあの新居に引っ越しできないっていう契約者が出てきて、どうしてくれるんですかみたいな話がうじゃ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 ってその辺から湧いてくる可能性はあります。